三度の飯より女体のが好き。ポコチンです。ちょっとごめんなさい、チャンネル間違えた。はい、どうも三度の飯ポーンチです。関東一のマジシャンジョーです。はい、というわけでよろしくお願いします。来ましたよ、皆さん知ってますよね、ジョーマジック様。今日はね、大丈夫ですか。ジョーマジックさん、ドジですね。ちょっとために全然がちょっとさっきもね、ちょっと飲み物でやらかしてから。さっきここ、部屋借りてるんですけど、コーヒーマシンぶっ壊したんですよ。やばいでしょ、こう、ね、水浸しになったもん。水浸しになってて、もう嫌だとか言って、もう。ね、もうあのマシン絶対使わない。普段、喜怒哀楽を見せないジョーマジさんが、コーヒーマシンでめちゃめちゃ怒るっていうね、事態がありましたが、今回は、質問をね、皆さん気になるんじゃないですか、結構。はい、質問を、いろんな方に募集して、ジョーさんに聞きたいことありますかみたいな、ね、うん、ことまとめてきましたんで、ちょっとそれ質問させていただきたいですけど、はい、結構皆さんね、下水質問ばっかしてね、ほんとね、下水の大好き。下水のばっかですけどね、うん、どんどこい。そう、皆さんが聞きたいから聞くわけであってね、はい、俺が聞きたいから聞くんじゃないからね、うん、そこっとこよろしくお願いします。というわけで、じゃあ、最初の質問じゃあ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、何でもどうぞ。 NG なしなんで。NG なし、あ、はい、いいっすね。まあでも NGOK なんでね、はい、お願いします。まあでも相当ね、はい、以前もね、少し質問してるんで、はい、基本的なことはね、そちらの動画、ご覧ください。はい、今回、質問その1、はい、結構多かった質問、軽いのからいきましょうか。うん、めちゃめちゃ軽いのからいきましょう。マジですか、うん、軽いやつから。本当か、うん、CM のギャラはズバリいくらですか。全然軽くないけど。全然軽くないけど。結構ね、お菓子の CM 出てたんですよ。まあ、そうね、うん、まあ、ちなみに今度車の CM も決まってるんですけど、ね、わーお、はい、わーお、いやー、わーお、まあサラリーマンの、サラリーマンの2年分ぐらいじゃないですかね、1本の1本、はい、サラリーマンの2年分だそうです。大体、うん、そのぐらいじゃないですかね。まあサラリーマンがいくらやねんって話だけど。あ、ってことは4億から5億、うん、え、そんな違うか。そんなにサラリーマンの儲かってない。そんな違うか、うん、大体そのぐらいかな、うん、2、3年分ってことですね。2、3年分ぐらいだと思いますね。あー、すごいっすね、うん、やっぱさすが。いや、素晴らしいですね。やっぱ皆さんね、手に職ある方といいっすよね。はい、まあそうですね。トランプ投げの達人ですから、はい、1個のこと極めるとね、そうそう、そういうチャンスがあるかもしれません、うん、繰り返しますが、サラリーマン2、3年分だそうです、うん、まあ大体いくらかはお任せしますので、うん、で、まあ大体なんとなく、ね、大体なんとなくなんとなくわかりますね。そのぐらいですかね。それもう入ってきたんですか。まあ来月か再来月には入ってきますよ。ああ、急に羽振りが良くなるやつ、はい、そうです、そうですいきなりちょっと通帳が今楽しみなんですけど、ね、ちょっとね。で、奥様も、あ、奥様、あの妖精様も喜んでるじゃないですか、はい、うん、まあそうですね。まあでも、まあお金っていうよりはやっぱりそういう CM とか出れるようになったので、あ、そういうところでやっぱり嬉しいですね。いや、いい妖精さんですね、はい、素晴らしいです、うん、本当いい妖精さんです、はい、じゃあ次の質問いきましょうか。次も、はい、まあ、軽めの質問なんですけど、はい、最高月収はおいくらですか。最高月収、日本の最高月収、いろんなところから入ってくるんですよ、俺。で、今ユニット組んで、はい、3人でユニット組んでいろんな遊園地回ってたり、で、YouTuber もありますし、で、本業リハビリの先生やってるんですけど、はい、その本業もありますし、だって10カ所ぐらいから、まあ、あとはそのいろんな各地でイベントしてますので、うん、でその会社にも入ってますしね、なんかマジシャン派遣の会社みたいな、いろいろ入って、そこから依頼が来て行ってますので、分かんないんですよね、いくら入ってるんだろう。いくら入ってるか振り込む日が全然違うんで、あ、うん、もう統一この日に振り込まれることがなくて、な、うん、やったら振り込まれるっていうのが半年後とかもありますもんね。そうですね、ギャラがね、そう、だからいくらぐらいなんでしょうね、まあ、大体なんかなんとなくでいいですよ。大体なんとなく、大体、でも一番ですよね。一番はやっぱサラリーマンの2年分くらいじゃないですか。やっぱそのあれですよね。それがでかいですよね。あれがでかいですよね、やっぱね。でもこれだけ一応仕事はしてますもんね、うん、まあそこそこはもらっておりますけど。いや、素晴らしいですね、はい、本当ね。リハビリの先生はそれはなんか、はい、いやらしいやつですか。
いやもうリアルな、あ、リアル、はい、もう本当のガチ本業です、ね、あ、ガチ本、あ、はい、ガチさんも別なんでね、あ、そっちのリハビリじゃないそうです、はい、ちょっとやらしいリハビリじゃガチのもう本当の老人とか相手の、あ、はい、リハビリです。じゃあそれと加えて多かったのは年収もなんですけど、年収もやっぱまちまちって感じですね。そうですね、やっぱその年その年の依頼にもよりますし、あ、今年は CM2 本出てますので、うん、やっぱ全然その年ですよね。去年はちなみに CM なかったですからね、まあ、テレビ出演は5本くらいあったんですけど、はい、まあ、テレビそんな出るんですもんね。そうですね、 CM は本当でかい、 CM は本当でかいので、はい、うん、今年はもう生まれて初めての額になると思います。生まれて初めての史上最、もう見たことのない額になると思います。女性問題起こせないですね。起こせないですね、うん、うん、もうそれはもちろんマジックの女性さんいますから、ね、そうですね、うん、じゃあ例えば、はい、あの視聴者様で、はい、ジョーさんのことを呼びたい人とかって言うと思うんですよ、はい、例えばジョーさんにホームパーティーだったり、はいはい、会社のパーティーで呼ぶときって、はい、大体おいくらぐらいで呼べるんですか。まあ、安ければ3万ぐらいですかね。安くて3万ぐらい、はい、高いときは15万のときもあるんですけど、はい、規模が小さくて日程が空いてたら、そうですね、あと近さですかね。ああ、近さか、はい、あ、うん、っていうのもありますね。やっぱもう関西とかになると飛行機移動とかになってくるので、あ、うん、まあ、そこら辺の距離もありますし、あと時間ですかね、はい、いろいろ変わってきますね。基本は関東中心で、基本関東ですね、あ、はい、関西もやっぱ依頼はあるんですけども基本断ってはいるので、うん、はい、関東ですね。じゃあポンチの動画を見たって一言言っていただければ5000円引きあ、いいですけどね、5000円引きその依頼受けるかわからないですけど皆様がポンチの動画で見ましたって言ってくれれば、はい、その見積もりから5000円引き、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。でも、ね、実際でも、この YouTube から依頼されて、まあ、ここで、まあ、車屋さんとかでイベントするんで、はいはいはい、来てくださいみたいなのがあって、もうつい2週間ぐらい前行ってきたばっかりなので、あ、はいはい、全然 YouTube のメッセージ欄とかから依頼来たりも、あ、そうですね、全然するんで。来ますね。はい。なので、もう、近ければ基本行くので。ああ、じゃあ、ぜひ皆さん、あの、そうですね、直接レッスンもそのくらいでやっていただけるってことですよね。そうですね。はい。そのくらいで。だから、ぜひね、呼びたい方はそんな、まあちょっと高いか高くないか人によりますけど、うん、ぜひね一度呼んでみたらいかがでしょうか、はい、マジシャンの中じゃ格安だと思います。ちなみにそうですね、結構、うん、まあ今ちょっと値段全体的に下がってるんですけど、うん、はい、安いですよね、その知名度の割にはやっぱり、はい、うん、そうですね、だと思います。あの、お得な、お得でございます、はい、まあお金の話ちょっといやらしかったんで、はい、もうちょっと優しめの質問しますか。もうちょっと、いや本当優しかったんですかね、 今までのやつ。いや今だいぶね、もうちょっと優しい、なかなかのレベルでしたけどね。これも多かった質問です、はい、ジョーマジックさんは S か M かどちらでしょうか、はい、超スーパーハードと S ですね。超スーパー、はい、超スーパーハード S でございます、ね、超スーパーハード S だそうです、はい、そうです、なんか M の男見るとぶん殴られたくない、ね、男なのにね、皆さん聞きました、出ました本性今のちょっとカットでがっつり使います、うん、これは、まあ、書いてないやつで質問あったんですけど、はい、どこから攻めますかみたいな、 S だとどこから攻める、ジョーマジックさん S だそうですが、はい、ちなみに何フェチですかっていう質問ありましたね。何フェチあります。足ですね。足フェチ、はい、足のどういうのがお好き。色白でスベスベみたいな。あ、色白モデルさんみたいな、うん、そうですね、はい、ああ、うん、僕はあの脂肪の塊みたいな好きなんですけど、はい、あ、そうです。そういうのはあんまり、あ、綺麗な、まあ、綺麗だったりするんで、はい、あ、脂肪ボンレーさんも見たら嫌ですね、はい、まあまあ、うん、まあハードじゃなければハードじゃなハード脂肪じゃなければそういう S のジョーさんは足フェチだそうです、はい、なんかマジックっぽい質問ないですよね。マジックっぽい質問今のとこないですよ、ね、特に今回ないかもしれないですね結構リアルなやつ多いですけど、ジョーさん、あのこれ妖精さんいらっしゃるんで、はい、まあ、そこは一応踏まえた上で、はい、好きなタイプとかってあります、はい、やっぱまずディズニー大好きなので、はい、もうディズニー好きっていうのがもう絶対条件になったんですよ。あ、絶対条件なんですね、はい、だってディズニー嫌いな人と付き合いたくないので、やっぱり、あ、はいはいはい、俺めっちゃ行きたいのに、はいはいはい、うん、でそしたらやっぱマジックの妖精さんも年パス持ちだし、はいはい、本当に優しいのでね、はいはい、うん、もうドンピシャだったと思いますね。あ、うん、
で好きなタイプを3つあげるとしたら、はい、例えばなんか優しいとか何でもいいんですけど、うんまあ、やっぱ優しい前提ですよね。3つちょっとあげてもらってもいいですか。1つ目は優しい。優しい、やっぱ YouTube の動画とか毎日撮ってるけど、ね、やっぱ実際結構ねマジックの皆さん迷惑してるとは思うんですけどもね。あでも何も言って言わないですし、うん、やっぱその優しくは優しさ大事かな。優しさ、うん、で2つ目は家事が上手だね。家事が上手、うん、それタイプっていうのかな。でもまあまあまああると思いますよね、うん、性格も出ますもんね。まあ、ね3つ目はじゃあ、まあ、その、まあ、ディズニーとかマジックとか、まあ、俺の趣味を褒めてくれるというか、うん、ああ、うん、まあ同じ持ち上げてくれるっていうか、うん、ちゃんと見てくれる、あ認めてくれるような感じの人、はい、ああ、うん、じゃあ強いて、はい、これ4つ目あげるとしたら、はい、例えば4つ目タイプですよね。うん、なえ、まあ、タイプでもなんかこういうのがいいでも、はい、うーん、なんでしょうね、まあ、マジックの妖精さんが完璧すぎるからね。はい、出ました。うん、完璧すぎるんで、うん、まあ、子供好きとかね。ああ、はい、子供好き。うん、まあ俺はやっぱリハビリの先生やってるんで、俺は老人相手なんですけど、まあ、ちなみにマジックの吉田さん保育士なんですけど、はいはいはい、まあ、その子供を好きっていうのはやっぱ好きじゃないとね、人のこと好きじゃないとそういう仕事をつけないと思う。ああ、はいはい、子供好き、うん、そうですね、子供とか老人でも、はい、まあ、とりあえず人と関わるのが好きって感じですかね。ああ、はい、これはもうあれなんですよ、心理学的ななんか心理テストで、はい、うん、タイプを3つ挙げてもらって、はいはい、4つ目のやつが本心みたいなんですね、はい、3つまではだいたい取り繕うみたいで、はい、普通の人4つ目が本心なの、はい、例えばじゃあ強いてもう1個挙げるなら何なのみたいな、うん、あじゃあお金がある人の方がいいなとか、うん、本心出やすいみたいなんですが、うん、ジョーさんの場合はね、うん、特に面白い回答が得られませんでした。最近、はい、切れた話、とりあえずさっきのこういうコーヒーメーカーにはちょっと切れましたけどね。ああ、さっきコーヒーメーカー壊したのに切れた、うん、だってコーヒーさ入れたのにこれしか出てこないし、で残りの部分どこ行ったんじゃと思ったら下にベシャーってなってたから、もうあれは使わないね。ああ、ちなみに僕はね、うん、普通に告げたんですよ。俺の前にあったら普通に告げてたのに、ね、俺こんなんしか出てこなくて、あれはちょっと怒ったけど、でも俺普段怒りませんので。普段怒らない、さすがにちょっと今日のだけは怒りましたけど俺が悪いんだけど結局俺が悪いんだけど、俺の天然のせいで。じゃ例えば、うん、今日以外に、はい、ちょっと最近で、はい、なんかこれはもう怒ったみたいなことってあります？まあ YouTube のアンチにちょっと困ったことはありましたけど。ああ、言える範囲でどんなことですかね。まあ今普通になんかね、動画にもね、なんか変なの出されちゃったんだけど、なんかジョマジ TVクソみたいな動画をちょっと動画出されたんですか。うん、まあ大したことないんだけどね、結局20再生ぐらいしかされてないし、あまあしたところで全然意味が全然傷もつかないんだけど、顔出してその人、うん、顔出して、顔出して、いや顔出さて、俺の顔ね、うん、あー、うん、顔、あー、うん、それでもありますね、うん、それでもね、まあ、まあ、やっぱりアンチも行き過ぎるとちょっとね、そうですね、イラってきますけどね。皆さん、あんまりやりすぎるとね、うん、犯罪になったりすることあるんでね、お気をつけください。そうですね、やめてくださいね、はい、皆さん、それでやめてください。フリじゃない、はい、フリじゃないか、ほんとにそれフリじゃない、それ本当にフリじゃないか結構、ね、困ってますもんね、アンチはね。一番多かった質問が、はい、喜怒哀楽全然見せないから喜んだり、はい、怒ったりしないんじゃないかなみたいな感じなんですけど、うん、怒ることはないですけどね、うん、普段どんな感じですか。例えばディズニー好きじゃないですか、はい、ディズニー行くとウケーとかってウフワーってなるんですよやっぱなるめっけーやばいなそれ今ちょっとポンチさーってなってる実際は、ね、実際は、はい、心の中でポンチさーってなってますけどまあ今はまあ撮影中なんでちょっとねテンション下げまくってますけどまあ仕事もやっぱりそういう盛り上げる仕事でもあるので、まあ、マジシャンはやっぱ盛り上げないとねマジックやってらんないし、うん、じゃ結構喜怒哀楽は激しい、そうですね、まあ、仕事のと普通の日常の差は結構激しいと思う。ああ、うん、じゃあプライベートはもうガンガンみたいな、ね、そうですね、はい、で仕事はやっぱりもうちゃんと真面目ですし、ああ、かといってやっぱ、はい、まあ俺今福祉施設のリハビリの先生ですけど、はいはいはい、やっぱそういう人たちを笑わせるっていうのも大事だし、でもやっぱ体に関しては真面目に答えるし、はいはい、うん、ちゃんと喜怒哀楽しているとは思うんですけど、ね、プライベートは楽しんで、うん、仕事は真面目にきっちりこなして楽しませる時は楽しませる、はい、完璧か、
完璧か、うん、完璧じゃないですか、うん、でもやっぱそうだと思いますよね、はい、完璧そうだと思います、そうだと思います、聞きました、うん、大事、そうだと思います、うん、大事や、素晴らしいですね、はい、答えられなかったら NG でいいんですけど、はい、あの質問ありました、はい、夫婦最大の修羅場はなかったでしょ、あ、一度もない、一度もないですね、一回もまだ喧嘩したこともないですし、仲良く、はい、何にもないですね、あー、素晴らしい、結納とか入籍とか別に親同士とかの交わしとかも別に何もなかったですし、ああはい、うん、全くもって、いや素晴らしいですね、うん、いや素晴らしい、毎日楽しいですね、はい、毎日素晴らしいですね、うん、いやすごいな、はい、それすごいですよね、そうですかね、一応こんな質問もありました、はい、最近引っ越されたそうですが、はい、その家は持ち家ですかそれとも賃貸ですかという質問ありましたけれども、賃貸です、あ、賃貸、はい、お手持ちで、ああ持ち家なかなかね、はい、東京だとあれですよね、そうですね、しかも前浜だからね、すごい素晴らしいとこ住んでますね、はい、家から花火見れるんです、素晴らしいですね、そう、でもそこに住むのがやっぱり夢だったので、とりあえず賃貸でもいいからもまずは前浜に引っ越すっていうのも一つの夢だったので、はい、ああじゃあ着々と夢が一つずつ、そうですね、はい、素晴らしいですね、最近ツイッターとか見てると、はい、最近のマジック業界嫌だなみたいなつぶやきとか見たんですけれども、はいはい、最近のマジック業界はにどういうふうに思われてるのかなっていう、はい、一応ねこの半年ぐらいで日本中のマジックバーを、まあ、有名どころに大体15箇所ぐらい買ってみたんですよ、おお、はいはい、どんなもんかなと思って、まあ下手で下手でうん、これで1時間6000円とか8000円とか取っちゃうんだなと思うんですよね、まあテレビ見ててもそうですし大会見に行ってもやっぱそうですしね、あだからどん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 マジックの上手い人が消えてってるなっていう感じはするんですよね、はいはい、この前行ったマジックバーも8000、1時間8000円ぐらいで行って、なんか一番最初に出されたのが300円ぐらいで売ってるグッズみたいなのやられてマジかこれで金取っちゃうんだっていうのが多々多いんですよね、まあ3つぐらいのマジックバーは、うん、いいなと思ったんですけど、ああ、うん、はい、残りの12箇所ぐらいはまあ金返せって感じですよね、ああ、うん、じゃあ多分聞きたい方いると思うんですけど、はい、一番良かったところってあります、一番良かった、あ、場所ですか、あの一番ここは良かったなって、そんなところにはない、特にないですねまあまあ強いて言えば一緒ではマシだけど、まあ、そうですね、うん、まあテクニック的にもあ、うまいなっていうところありましたけど、他は12個は論外って感じですね、うん、そんな感じですね、あ、うん、だそうです、うん、僕は最近あのマジック見に行ったりしないんでわからないんですけど、はい、だそうです、はい、そんな感じでしたね、うん、ありがとうございます、はい、でじゃあ最後になりますけど、はい、今後の目標とか、はい、プランとかありましたらお聞かせください、うん、とりあえずポンチさんも言ってたんですけど、まあ、YouTuber としてはやっぱ現状維持ですよね、あ、うん、はいはい、まあ、今も着々に再生数は今んとこ1週間に1000人ずつぐらいやっぱり未だに伸びてるので、登録者数ですね、はい、なんでそれがまあこのまま維持できればいいなとも思いますし、はいはい、うん、でマジックとしても、まあ、やっぱ CM とかテレビとかも本当増えてきたので、うん、これからも依頼とかあればいいかなと、はいはい、はい、とりあえず現状維持ですね、とりあえず現状維持は、はい、もう今楽しいのでとりあえず、なんか最終目標みたいなとこ、最終目標っていうか、まあ目標って目標はまあ舞浜に一戸建てを買うことなんですけどね、あ、最終的な、最終的に今賃貸ですね、一戸建てを舞浜に買うっていうことで、うん、そうですね、うん、であと結婚式場も舞浜でやるっていうね、ああ、うん、はい、もうそこが夢なので、間もなくじゃあそうですね、夢がもう半年以内ぐらいだと思うんですけど、半年以内で、はい、ああ素晴らしいです、夢に向かって今、いや素晴らしいです、うん、やっぱり夢に向かってね、そうですね、やってる人は素晴らしいですよね、うん、はい、やっぱそういう夢ないと目標なくなっちゃう、うん、夢大事だと思います、大事です、はい、ありがとうございます、はい、というわけで、なかなかありがとうございました、ね、ありがとうございます、皆さんが聞きたい質問とかね、はい、まあ、ちょっとね省かせていただいた過激なのもありますけれどもたくさん答えていただこう、はい、どうもありがとうございます、ぜひね、リオマジックさんのチャンネルね、まあ多分皆さん知ってると思いますけど、はい、見てない方ね、僕もね質問に答えたりしてますんで、はい、ぜひそちらもご覧ください、以上ポンチでした、ジョーでした、じゃあねー、じゃあねー、バイバイ、はい。